シルビウルングは、ルーマニア出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションはゴールキーパー。元、サッカールーマニア代表選手。息子のティベリーブ、ルーング、シルビウルングジュニアもサッカー選手であり、いずれもルーマニア代表経験を持つ。サットマーレのスンミクラウシュに生まれる。1974年に、ウニベルシタテアクラヨーバにて、ディビジア A にデビューする。 ウニベルシタテア1 4シーズン在籍し、2つのリーグタイトルを獲得した。1984年にルーマニア年間最優秀選手に選ばれた。1988年にステアウアブカレストに移籍し、1年目にリーグタイトルを獲得。1988から89シーズンのヨーロピアンカップで決勝に進んだが、AC ミラーに4-0で敗れた。 スペインの CD、ログロニエスを経て、1992から93シーズンに、ウニベルシタテアに復帰、1994年に引退した。ルーマニア代表としては、1979年から1993年にかけて77試合に出場。ユーロ1984、1990フィファ、ワールドカップのルーマニア代表メンバーに選ばれ、後者では、 キャプテンとして4試合すべてに出場した。引退後は指導者としてのキャリアをスタートさせ、アシスタントコーチ、またはゴールキーパーコーチとして F シットクラヨバナツヨナルブカレスと日本の名古屋グランパスイと、パンドリートゥルグ、ジウ、アストラプロイエシティ、ウニベルシタテアクラヨバコンコルディアキアジナに在籍した。名古屋では1999年8月から2001年7月まで、 育成普及部コーチ、2001年7月から2002年までトップチームの GK コーチを務めた。監督としては、1994年にモロッコのオリンピックでカサブランカ、1995年から1997年まで CS ミネルルモトル、2017年からリーンは3の c s オフィリア氏を率いる。ありがとうございます。